皆さん、こんにちは。今日はハロウィーンです。ちゃんと言えてる。ハロウィーン、ハロウィーン、ハロウィーン。ね。だから、ちょっと悔しいんでね、僕も舐められないように、ハロウィーンやってます。僕は、サンタの格好のハロウィンです。僕の今年はハロウィンは仮装はサンタです。しかもメガネのサンタ。武将髭が入ってないな。武将髭のサンタっていたら、あれ世界に一人ぐらいいそうだな。何言ってるかな。疲れてるんですね。さっきまでか。今帰ってきて、豆腐行ってきたんですね。豆腐って言った俺。豆腐行ってきました。前のね、声優がね、2階からもうびっくりドンキじゃねえや、ドンキホーテになってるね、だってはそれ、あ、びっくりした、ドンキホーテ、2、3、4、ドンキホーテ。声優は地下と1階だけ。で、ね、やぶりを済まして、帰り、念願の吉牛食べてきちゃいました。ね、写真載っけてきますね。記念でね、写真撮ったんでね、吉牛。ね。頭大盛り、ネギ生姜ちょっとね多めにのっけて、あ、からしかけるの忘れたな。早く豆腐じゃねえや、豆腐行ってきて、今帰ってきて、あ、疲れた。だけどちょっとハロウィンなんで1位になって回してますカメラ。なんで豆腐、あ、う、ちょっとね、歌ができた。豆腐、豆腐、ね、豆腐巻き込んでた。豆腐だ、豆腐だ、豆腐。買ったってほら、ね、クリスマスでチンだからね、クリスマスはね、金ね、ふさわしいんだから。アマゾンで買った。おっちゃんが買ってくれた。もう一回。豆腐と、豆腐ってな。豆腐は吉牛、吉牛。豆腐鍋。ブドウって、はあ、でね、これがね公開されるのはね12月なんで、今年はちょっとねやっぱりね12月復活もう無理です。もう無理で、ね、もう体がまだ疲れやすいし、いや、待てよ、調布に行くのはやっとな、せいぜい新宿、明日はダム社長行けるでしょうかね、明日ね、虎ノ門に行って、美容院に行って、でその門から、ダム社長になって、いや、行けるかな、本当に、体力的にね、いや、こんな話。
遊んでちょっちゃっちゃとで、ね、あのジャズの音楽の話、ジャズピアノ教室、今日はね基本的な5コードの話。ドミソシ、12個ありますからね、ドミソシはね、キーが C から D フラット D って D E フラット E っていうなわけで、こういうふうにあとやって B C ね、12個ありますからね。ドミソシ、ドミソシまでの4和音が基本コードと思ってください。この4和音でメジャーかメジャーセブン、あ、メジャーセブンかマイナーセブンかセブンスかマイナーメジャーセブンかマイナーセブンフラットファイブかっていうのはね、この4っていうのとね、ドミソシで決まるんでね。で、まあ、ドミソっていうのは、もう、ルート、コードのルートなんで、例えば C メジャーセンプルの場合には、ね、ドでね、実音のド、ドがね、C ね。これはね、もう音化してもないんです。で、あとは、ミソダニエミーユイミーミミソシ、ミソシのそれぞれが半音下になるか半音上になるかね、ね、そのミソシが半音下になるか半音上になるかの違いでそれぞれのコードが決まってきます。ザクッと、これはもう今回ね、サクッといきますね。もうなんかあまりにも喋れてると自分でも何言ってるか分かんなくなってきちゃう。ここでドミソシがあって、これがこのこれが、基本の4番を、そうじゃねえよーって言う方、ぜひメールいらないですね。ね、バカがなんか言ってるみたいなのをするしてくださいね。ドミソシの上にレーファーのシャープってファーのシャープでラだ、ドミソシでこの上にレーファーのシャープね、ファーのシャープラ、このこの D の3音ですね。まあ、レファのシャープラ、これの3つがテンションです。でこれがおのおのレレが例えばフラットするのかシャープするのかね、これはシャープもフラットも違いますね。シャープイレブンはファのシャープは動かないと思います。これで13度ラはやっぱり、フラットはするけどシャープはしません。シャープするとつまりセブンスってなるんですよ。だが半音上に上がるとセブンスの音なんですね。まあとにかくね、もう一回言いましたね。ドミソシ、ドミソシのミソドが半音上になるか半音下になるかで、それで例えば C メジャーセブンとか C マイナーセブンとか C セブンとか C マイナーメジャーセブンとか C マイナーセブンフラットファイブとか、あと C オーグメント、 C メジャーオーグメントで、ソガサブねとか、いろいろミソシで、ミソシが上にか下にかで乗って半音ずれによっていろいろ変わってきて、でその上
その上に乗っかって、あのその上に乗っかるね、レ、ファのシャープらがやっぱり半音三角か上がったね、半音三角か上がったのにレぐらいだと思うんですね。ファのシャープは動きますね。でラは半音下がるかどうか、それの、レーパーソンシャープラがテンションと言いますね。で、葉っぱのナチュラルは 何かほら、喉の和音ですね。だから三度が陽動和音って言うんですね。ちょっとね、不安の不安定な感じですね。で、組み合わせによってはもう分厚いね、安定した緩和にもなりますからね。全くまあ、そのところはもう後々おいおいとね。だけど、ミが半音上がったっていう概念じゃないと思いますね。これは最初から、C の左数を、SUS な小文字で書くことが多いと思います。SUS4 って書きます。SUS4 ね。以上です。これ以上細かいことはあとね。僕はもうね、豆腐に行ったら、だらまた行っちゃったよ。豆腐と豆腐が喧嘩して豆腐が仲直りに入ったよってな。でこれと今年はもうクリスマスの曲はもういつまで人前で弾くことはないと思います。練習もしてないしできないしね。だから12月ね、25日過ぎまでこうなんか最後に乗っけさせてもらってる過去の演奏は去年3段なんかね、もう20曲くらい撮ったかな、賛美歌も含めクリスマスみたいなクリスマスの曲、そのうちに何かをね、乗っけさせておりますね。ちょっと何があったか分かんない、これからちょっと探ってみて面白いなと思ったら思ったやつを、厳選してアップさせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。You